事故現場の写真。崩落した4階と2階の空中通路が接続されていた場所はベニヤ板で塞がれている。3階の空中通路は無傷で残っている。ハイアットリージェンシー空中通路落下事故とは、1981年7月17日にアメリカ合衆国のミズーリ州カンザスシティのホテル、ハイアットリージェンシー、カンザスシティ内で起こった。 空中通路の落下事故である。114名の命が失われ、216名が負傷した。事故当時において、建築物の崩落による事故としては、アメリカ合衆国で史上最悪のものとなり、世界で大きく報道された。本来の設計と実際に施行されていた吊り下げ、金具と量の接続方法。 サズでは、ナット部分にかかる荷重は4階分の P のみであるが、渦では2階を含めた 2P の荷重がかかることになる。変形した4階のり、落下の衝撃で2階の吊り下げ、金具が両を縦に貫通している。調査初日に撮影されたホテルのロビー崩落した4階と2階の、空中通路1981年7月17日、現場ホテルのロビーでは、 ダンスコンテストが開かれ、およそ1600人の人々で混雑しており、一部の見物人はロビー上部の空中通路からダンスを見物していた。2階には約40人、4階には約20人が空中通路に立っていた。ロビー天井吹き抜け部分の空中通路は2、3、および4階の位置に金属部品で吊り下げて設置してあり、 そのうち4階部分は2階部分の真上に位置するように、また3階部分はそれより数メートル離れて設置してあった。設計図上では4階と2階の空中通路は天井の量と接続された吊り下げ、金具によって吊り下げられる予定だったが、建設途中に無断で計画が変更され、2階の空中通路を支える吊り下げ、 金具が4階の空中通路の梁に接続されるように変更されていた。そのため、4階通路を支える梁に2階通路の重量が加わり、設計時に想定されていた2倍以上の負荷がかかり、積載荷重が例の時でも崩落の可能性があった。19時5分頃、60人の見物客の重みで4階通路の量が変形、天井からの吊り下げ。 金具との接続が外れ、4階通路に接続されていた2階通路と、共に、下のロビーに崩れ落ち、4階にいた人は10メートル下まで転落し、2階と真下のロビーにいた人は、通路の下敷きになった。さらに、スプリンクラー配管の断裂により、ロビーが冠水し、床面で下敷きになった生存者を溺死させた。崩落した通路はあまりに重かったためフォークリフトでは、 持ち上げられず、窓を壊して外からクレーンで持ち上げなければならなかった。111人が現場で死亡、216人が負傷。その後、病院で3人が死亡し、最終的な死者は114人となった。事故当時はダンスコンテストを撮影するためカメラが回っていたが、一転して第惨次を記録することとなってしまった。その後、 このホテルは1983年までに500万ドルをかけて回収され、ロビーには釣り構造ではなく、下から柱で支えられた空中通路が2階に再建された。ホテルは1987年にハイアットリージェンシー、クラウンセンターに解消された後、2011年にはシェラトンカンザスシティアットクラウンセンターへと再解消された。またこの事故をきっかけに、 アメリカ全土でより厳しい建築基準が設けられることとなった。なお、設計に関わった技術者たちはそのライセンスを剥奪されたが、刑事罰は免れた。フリードマン、マーク、エブリデイクライシスマネージメント、ハウツーシンクライクアンエマージェニシーフィジシャン。 ファースト・デシジョン・プレス。P。百三十四。ISBN。九百七十八から零九七一八四五二零六。HTTP。コロンスラッシュスラッシュブックス。グーグル。com。スラッシュブックス。ID。コール JH。零 A 八 E 六。QC＆LPG。コール PA。百三十四。大津。イコールに YG。六ミク ＆DQ。イコール。ハイエットパーセント。二十。リージェンシー。パーセント。二十。 カンザスパーセント20シティパーセント20はカールピコグラムイコール PA135V イコールオネパゲ &Q イコールハイエットパーセント20リージェンシーパーセント20カンザスパーセント20シティパーセント20はカール &F イコールフォルスありがとうございます